皆さんこんにちは。 Be My Hero MC の関根ささらです。本日はここ越谷市総合体育館にやってきました。はい、なぜ私関根が今日ここに来ているかと言いますと、今日は10月1日 B2 リーグ開幕戦なんですけれども、越谷アルファ対西宮ストークスの開幕ゲームで国歌独唱&ハーフタイムショーに出演するべくこちらにやってまいりました。過去にもね、何度かハーフタイムや試合後にパフォーマンスをさせていただいたことあるんですけど、国歌独唱初めてで、ね、めちゃくちゃ緊張しております。ですが全力で楽しむためにちょっとね恒例になってきたアリーナ散策をしていきたいと思います。それでは行きましょう。ではまずはグッズを見ていきたいと思います。開幕戦なんでもう気合十分、めちゃくちゃ在庫を用意して皆さんを出迎えてくれています。あ、もう一番手は、あ、すごい出荷されてるネギバーバーね。知ってますか皆さん、もちろん知ってますよね。この越谷アルファーズ名物ネギバンバンです。もう井口さん曰く昨シーズンの一番の売り上げなんじゃないかって言ってます。で続いてこちら、今期のスローガンがナノコロビーハウスということで、このスローガンが入ったタオルと T シャツが販売されて、しかもアルファマンのキッズ T シャツもあります。かわいい、これ欲しいですね。めっちゃかわいい、キッズしかないのかな、めっちゃかわいい。あ、これ長い時間快適に座って観戦できる、これいいね。ちょっとね、越谷市の総合体育館1階席はやっぱ総合体育館なので木の椅子なんですね。それがまたいいんですけどね、趣があって、これがあれば全然お尻痛くならないですね。メガホンとやっぱネギバンバンもいいですけど、やっぱね音が大きめですね。いいですね。いやこれかわいいな、なんかめっちゃ合いません？めちゃくちゃ合ってません？かわいい。ちょっといろいろ見てきたんですけど、私これ気になっちゃってたので今日買おうかなと思います。今日ね国歌独唱とハーフタイム出させていただくんですけど、試合も見る予定なのでこちら購入させていただきたいと思います。あとやっぱりこの企画やったら視聴者プレゼントがないとダメだと思うんですよ。なのできっとどなたでも使えるであろうこのトートバッグでどうですか。あ、もう在庫あんまないかな。トートバッグ2つぐらいいっちゃっていい？いいですか。はい、じゃあこのトートバッグ2枚2つ視聴者プレゼントにしたいと思います。皆さんぜひ申し込んでみてください。続きましてアリーナグルメエリアにやってまいりました。じゃあ見てください、このアリーナ入ってすぐ右手側に今アリーナグルメのブースが出ています。ちょっとゆっくりね見ていきたいと思うんですけど、まずはこれからまさかアルファーズブレンドということで、あ、今まさにめちゃめちゃ美味しい、めちゃくちゃ映えてません？これこのここだけの写真だけでインスタに載せられそうな映え方してます。すいません、と越谷アルファーズホーム戦新名物バナナジュースを一つお願いします。完熟バナナと美味しいミルクだけで作られてます、余計なお砂糖とか、まあ、そういったもの全く入ってません。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます、はい、いただきました。早速いただきたいと思います。めっちゃ濃厚、めちゃくちゃ濃厚ですね。美味しいバナナと美味しいミルクだけで作られて、本当にそれだけの純粋な味です。美味しい。これなんか賞味期限3分とかあるんですか？ね、そうですよね。え、すっごい濃厚、ねっとり、あのバナナの甘さと、あ、本当ね、添加物が何もないですもんね、はい、最高です。皆さんぜひ飲んでみてください。はい、今バナナジュース買ってきたんですけど、やっぱちょっとお腹に何か入れたいなということで、空心さんの USG 焼きそば気になるので買いたいと思います。これを一つお願いします。ありがとうございます。和牛ステーキ臭やばいって、これが食べれちゃうんですよ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。
今はアリーナ内でフードもドリンクも召し上がれるということでいただきたいと思います。これすごい柔らかいんですよ、ふわふわ、座りやすそう。ではこちら座りたいと思います。では早速いただきたいと思います。牛すじ焼きそばです。ではめっちゃいい香り、やばい。ではいただきます。いいね、いただきます。おいしい、牛すじめちゃくちゃ入ってます。でも多分牛すじだけで一回下味というか一回煮込まれた牛すじが中に入ってると思います。めちゃくちゃ美味しい。皆さんぜひ食べてみてください。ご起立お願いいたします。それではここで埼玉県出身のタレント B リーグ応援番組 B マンヒーローの MC などで活躍されている関根ささらさんにハーフタイムスペシャルライブを行っていただきます。関根さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ありがとうございます。はい、今ご紹介に預かりました埼玉県出身、埼玉県在住、バスケットボール B リーグ応援番組 B マイヒーローの MC の関根ささらです。ありがとうございます。いやーすごい、今日は開幕戦ということで本当にもう前半から熱い試合繰り広げられているんですけども、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。
私自身ですね、ミニバスと中学でバスケをやっていたんですけれども、実はこの越谷総合体育館でプレーをしたことがありまして、そんな場所で今日国歌独唱に続いてハーフタイムも歌わせていただけてとても嬉しいです。後半もっと盛り上がっていけるように、皆さん私のソロ曲で一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、ラブファイター。越谷アルファーズ対西宮ストークス開幕戦終了いたしました。惜しくも越谷は敗戦となってしまったんですけれども、西宮もやっぱ今季もね本当にいいチームで、越谷もこれからどんどん選手たちがマッチしていったら最高のチームになると思いますので、引き続き今季こそは埼玉県民としてちょっと越谷を、ね、応援していきたいなと思っています。そしてもうそれだけじゃなく、もうB リーグ全チームを応援するつもりで、今シーズンも、B マンヒーローは皆さんにいろいろな情報をお届けしてまいりますので、ぜひ一緒に心たぎらせて、B リーグ盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。以上、関根ささらでした。ありがとうございました。